こんにちは、ハイエンドです。アイシクルで、今日はね、M4 使って敵をキルしていこうかな。ただキルするだけっていう動画にしようと思います。でね、最近ね、ゲームやる時間が遅いせいか、深夜のね、1時とかにこのゲームやってることが多いですけどね。この時間帯って人がね、全然いなくて、立ってる部屋も6個ぐらいしかないんだよね。で、普段はチームデスマッチ、5対5のチームデスマッチやってから、5対5の爆破みたいな。基本ね、少人数戦が好きなんだよね、このゲームでは。なんでそういうゲームをやりに行こうと部屋を探しに行くんですけど、なかなかね、ないんだよね。なんか、10対10とか、大人数戦の爆破とかそういう部屋が多くてね。なんかさ、あれ、面白いのかな？なんかすごいなんかグダグダになるような気がするんだけど。まあまあ、人がいるってことは面白いんだろうね。ただ、少人数の部屋は、まあ、あるっちゃあるんだけど、埋まってて、絶対数が少ないんだよね、部屋が。うん、なんか、3分の1は AI 戦で、残り5部屋あるんだけど、だいたい埋まってて入れないしね。で、そう、殲滅、チームデスマッチの部屋も全然ね、まあ、1部屋、2部屋しかないかな、いつも。自分がやるときには。で、そこが埋まってたらもう、できないっていうね。感じなんで、今回はね、チームデスマッチをやる代わりに、このアイシクルっていう、マップを使って、チームデスマッチをしていくという感じにしようかな。うわぁ、爆破が。このクレイマーがほんとね、強いよね。ということでね、今日の目標は、ベストキルを取ることにしようと思います。占領とかはもうね、味方に任せて、私はどんどん敵を、倒していくっていう感じにしたいと思います。ってことで武器がいつも使ってる得意の M4。これでね、ヘッド狙って敵を倒していきますよ。で、今占領されてるかな？占領されて、奥に頭がある。あ、ヘッドできねえか。突っ込んで適当にやってく。横から頭を抜いて、スナイパーっすね。で、多分まあ奥まで行っちゃいますか。敵がいると思うんで、ほらほら、ナイフ持ってる君。おーっと、準備していたか、後ろ。クリスでやられてしまう。まあ、さっきもうちょっとサクッとね、倒せればよかったっすね。でね、そうっすね。今度は、こっちから行こうかな。で、念のためクレイマーを敷いておく。やっぱキルするんだったら、クレイマーが一番いいっすね。おっと、味方がセントリーを仕掛けて、お！クレイマーは踏んでくれましたね。で、こういうとこにね、いると、もう敵がもう、クリアリングもせずに突っ込んでくるんで、横から撃ち放題っていう感じですね。おっと敵が？敵来ないかな？音も聞こえないね。こっちからは来ないか。逆に、おっと？奥の敵をやって、もう一人やってく。さすがにバレたか、そろそろ。そろそろ移動した方がいいですね。ここで敵を、おお、見られてるけど。ああ、ついにやられたか。まあいいや。だからやっぱなんだかんだね、M4、まあ M4 って言っちゃってるけど、HK416D ね。あの M4 の改良型が HK416D だね。なんでなんか、もう見た目が M4 なんで M4 言っちゃってるけど。やっぱこの銃がね、一番使いやすいですね。自分はね、AK とかは全く合わないんですよ。単発で撃っていく銃があんま好きじゃないんでね。やっぱ撃ちまくりたいんで、ある程度高いレートで。反動もそんなない銃の方が好きっすね。まあ、タボールとかもいいんだけどね。ちょっと威力の面で M4 に負けちゃうから。まあ、なんだかんだバランスが一番取れてるのが M4 っていう銃ですね。でね、まあ、私、まあ、そこそここういう、なんか銃とかも好きで、まあ、中二病的な感じっていうわけでもないんだけど、銃はそこそこ好きでね。エアガンとか思ってですよね。なんか、丸いのハンドガンか。USB コンパクト、あれのガスをね、持ってて、ね、で、今度、USB のフルサイズっていうのが出るんで、ちょっと出たら買おうかなと思ってるんですけど、USB のフルサイズってゲームに出てきたことまだないんだよね。でも40口径。45口径だと、レインボーシックスとか、他のゲームとかでもなんか出たりはしてるんだけどね。40口径だけはまだ出てないですね。もうなんかぐだぐだ話してますけど、敵がいない。
全然敵がいないぞ。あとね、M4 も結構、どのゲームでも M4 系を使ってるんだけど、まあ、銃自体はそんなに好きじゃなくて、どっちかっていうと MP7 とかの形的には好きですね。軽いしね、あれ。コンパクトで。奥に敵がいた。で、やれるか。よし、ヘッド抜いた。なんでね、なんかガスか電動の MP7 が欲しいんだけどね。まあ、買ったところで何に使うんだって言われたら、まあ、飾っとくだけなんでね。持っててもどうしようもないですけど、ちょっと置いておきたいですね。で、13,200 対 12,000 か、結構いい勝負をしている。で、敵が今左にいたんで、もうキャンプしてるんだろうけど、どうだろう、入っちゃっていいのかな。ほら、あー、マジかマジですか。分かってて負けるってちょっとね、ダサいっすね。まあなんか、いい感じにリード取ってるんで、勝てそうですね。おっと、左で、やられたか。うわぁ、今度右か。ちょっと不注意が過ぎましたね。ってことで、ちょっと悔しいんで、もう一回、左を攻めていく。なんだなんだなんだ、あいつなんか旗巻きながら歩ってるけど。おっと、あれはどうしようもない。めんどくせえな、置かれたなぁ。やって、おっと奥にいるか。あそこの奥、あ、味方がやってくれたな。あ、ダメだ。これはまずい。逃げちゃおう。ちょっと仕切り直しっすね。一回戻って。ここから援護しに行きますか。おっと左、いるけど。やっぱ上取った方が強いんだよね。弾抜いて。もう一人、奥に一人、いる。あー、負けちゃう。ちょっとグダグダやりすぎましたね。おー、すげえ突っ込んできてるでしょ、あの人。何や、おじいさんですか、あれは。名前的には。おじいさん強いっすね。うわ、またキャンプしてるよ。あれ、ベクターかな、また。ベクターの人かな。まあ、ちょっと付き合ってらんないんで。裏行きましょう。おっと？ナイフ？ヘッド抜いて。このまま、いる。うわー、後ろかよ、ほんと。クリスとか MP7 使ってる人はね、分かってますね。じゃあ次、右から攻めていきましょう。いや、どうせならね、やっぱベストキルを取りたいんで、裏とかを取っていきたい。裏取って、敵の後ろから頭をぶち抜いていくっていう、スタイルを取りたいですね。まあ一応、まあ、占領はしないんで、今回は。おっと、奥に二人いたんで、左からやっていきましょう。おっとっと。一人、もう一人。せっかくなんでここで。あれ？おお、後ろか。敵がいましたね。リロードして、クレーマーを見づらいところに仕掛けていく。うわ、やべえ、やべえ、やべえ。おっとっと。一人、もう一人。やられちゃった。そのまま走ってくるとクレーマーに引っかかるぞ。お？引っかからない。あれ配置しなかったっけか。ねえ、デザートイーグルね、これなんでデザートイーグル出したんだろうね。唯一の武器、唯一のハンドガンを。まあ確かに、うわー、今見えたよ。今死が見えたよ。なんでデザートイーグルなんだろうね。なんか、もうちょっとあるじゃん、M1911 だっけ。ガバメントとかさ、あの辺、出してくれてもいいなと思うんだけどね。まあ個人的にはハンドガン一番好きなのは USP なんで USP 出してほしいですけど、あんまね出てるのを見たことないんで出ないでしょうね。うわー、キャンプしていた。見つけられずにやられてしまう。さて、あー、まあ最初と同じ感じでちょっとリードした状態、2万対1万6千って感じですかね。わ、いて、さっきから何なんだ。さっきからなんかダメージ受けてるけど、ベストキル取れるかな、これ。で、旗を、チラチラしながら歩ってる人、なんかたまにさ、こういうエフェクトつけてる人いるよね、あれ。どうやって取ってんだろうね。クリス。あー、やれた。奥の人はやったけど、たまに人にやられた。
旗をチラチラしてるの、このなんかこういうゲームでエフェクトつけてるのって、もうなんか不利でしかないんだけど。本人はそれ気づいてんのかな？一人称してんだから気づいてないかもしんない。もっと奥に、奥に、あ、ちょっと遠いな。よし、ヘッド抜いた。もう一人。当てた。一発当てたけど。どうしようかな。おー、味方後ろから撃ってくれたね。ナイス。ありがとうございます。さて、クレイモアを設置して。また奥から攻めていきましょうかね。いた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 、一人いた。お？おっと、そっちか。あー、来ねえな、これは。この感じは来ないね。おっと、後ろから頭を抜いて、もう一人くらい来るんだろ。リロード挟んでおいて、来た敵を、おっと、びっくりした。抜いてく。で、奥攻めてって、あ、向こうの拠点に何人かいますね。ちょっと横から入って、ここ右見たところから撃っときますか。うぃ、一人やって、もう一人やって。やべやべやべ、バレたバレた。もう戻っちゃおう。うわ、マジか。設置してたか。こんなところに。クレイモア。やっぱクレイモア強いんだよね。もうこういうモードの時はさ、また旗をひらひらさせて歩ってる人がいますね。こういうモード、ほんとクレイモアは気にしながら歩かなきゃいけないから、だるいんだよな。めっちゃだるい。お？なになになに？あ、そこか。わかんなかった。いい位置にいますね。まずいな、ベストキル。ならないぞ、このままだと。残り2分半で、どうすればいいんだ、俺は。クレイモアで一人やっていく。で、リロードかけて、かけない。目の前の敵をヘッドして、リロードもまだしない。もう一人うわー、なんか三人もいたよ。左からちょっと攻めていきますかね。おっと、いたじいさん。やべ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 、ハンドガンで初めてキルした、このゲーム。ハンドガンを使っても、なんかもう、たまにね、クソイブンなんだよね。しかもこの M4 ちょっと癖があってね、5発目以降すごい上に上がるんだよね。それをね、覚えたりはするんだけど、制御の仕方を。ちょっとね、ずれたりするんだよね、やっぱどうしても。まあ、そんなに安定はしないっすね、この銃。よし、後ろから撃って、味方が今見てくれてるんで。お、来てるかな？来てますね。おー、背中が、おー、マジか。これな、上にいるんだか下にいるんだかわかんねえんだよな。まあいいや、右攻めていきますか。もっと1分しかない。これ1取ってんのか。ちょっとやべえな。見てる暇なんかないな。上から、もっと奥にいる人をやって、もっと右にも抜いて、ね、もう突っ込んでいくしかない。突っ込んで、もう一人。あー、やべえ、やられた。あー、36秒。38キル。あ、ギリギリいけてるか、これ、もしかして。38キル。もう、40行きたいね。40キル取って、勝ちで終了っていう感じにしたいが。どうだ。いけるか、いけないか。おっと、横にいる。こいつもらった。こいつはもらったぞ。もう一人欲しい。突っ込んで。リロードして、残り3秒。一人いけるか。おー、びっくりした。よし、いった。無理やり取ってく。はぁ、40いったね。行きましたね。なんとかギリギリ。あ、ポイント的には結構余裕で勝ってますね。はぁ。M4 な、もうちょっと練習しなきゃダメっすね。まあ、ね、連射、フルバースト、フルオート射撃の時の5発目以降が課題ですね。ということで40キル、ベストキル取れたんで今回、よしとしましょう。以上です。ありがとうございます。